ロバート・ボイス・ブランダムはアメリカ合衆国の哲学者である。現在、ピッツバーグ大学で教弁をとっている。主に取り組んでいるテーマは、言語哲学、心の哲学、論理学の哲学であり、これらの領域に対して体系的かつ歴史的な関心を持っている。ブランダムはイエール大学で学士号を取得した後、プリンストン大学にて、 リチャード・ローティとデイビド・ルイスの指導の元博士号を取得した。ブランダムはアメリカで発展したプラグマティズムの伝統を引き継ぐ哲学者として知られている。ブランダムの著作に影響をもたらした人物としては、ミルフリットセラーズ、リチャード・ローティ、マイケル・ダメット、そしてピッツバーグ大学での同僚であるジョン・マクダウェルが挙げられる。また、イマヌエル・カント、GWF ・ヘーゲル、 ゴットロープ・フレーゲ、ルートビヒュイト・ゲンシュタインといった人物たちも重要な着想源である。ブランダムは意味論における推論主義の研究でよく知られている。言語表現の意味は、それが推論において、どのように振る舞うかによって定まる、という主張をしている。このプロジェクトは1994年に出版された。 明治家において展開されており、2000年に刊行された理由の分節化推論主義序説において、彼の議論の簡潔なまとめがなされている。ブランダムが行った哲学史研究の成果も、また論文集としてまとめられている。大いなる死者たちの物語は、思考性の哲学とでも言えるテーマに関する批判的な哲学史研究である。リチャード・ローティンの哲学に関する論文を集めた、 ローキと、その批判者たちの弊社も務めた。2006年には、オックスフォード大学にて、ジョンロック講義を行い、言うこととなすこととの間で、分析的プラグマティズムに向けてという題名で、オックスフォード大学出版会から刊行された。近所に、信頼の精神、ヘーゲル、精神現象学を読むがある。ありがとうございます。